被災ししたた各地は大きく変わりました政府が復興・創生期間と位置づけた震災10年で住まいの復興事業は完了し災害公営住宅は3万77戸高台への移転や地盤がかさ上げされた宅地は1万8227戸が完成し計画は100%達成したことになります。ただその一方で 10年がたった今も避難を余儀なくされている人は復興庁のまとめで全国で4万1241人このうち県外で避難生活を送っている人は福島からが2万8505人と全体の7割を占めています原発事故による避難指示は福島の11市町村で解除が進みこの10年で人が住めるようになった地域は増えましたが 人口は減少の一途をたどっています浪江町などこちらの7つの町と村では住民票が示す人口と実際に住んでいる方の人数が異なっています浪江町は住民票で見ると1万6650人なのに対し実際の居住者は1579人と居住率は9.5% 隣の大熊町町ははそして富岡町はにとどまりまりす。現在も大熊町に住民票を残したまま避難生活を送る竹内正則さんはいつかは帰りたいという思いから住民票を移せずにいる震災前は考えることもなかったふるさとへの思いが 避難生活を送るようになって強くなったと話しますその竹内さんが今幸せを感じるのが月に一度帰還困難区域にある自宅に一時帰宅する時だと言いますしかしこの10年で故郷の風景は大きく変わりかつて仲間と過ごした記憶をたどることしかできないのが切ないと話していました 一方、住むことが可能になった地域で深刻なのが高齢化です。居住者のうち65歳以上の方が占める割合が川内村や桂尾村では45%以上、浪江町は38%、そして高齢化率が57%と居住者の半数以上が高齢者となっている飯舘村では、村外から介護職員に来てもらったり、逆に高齢者に 他の町の福祉サービスを受けてもらうケースもあるといいます。